13日、ほっ、あー、本日誕生日の兄弟たちよ、活躍せよ。ほっ、夜だけど今は誰もいないからいいんだな、隊長。バケ、行くぜ、カミンワッサ、ツンデレかモヒニー、お誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い一年になることを心より願っております。おめでとう。いいね、いいね、いいね。ブーリ、佳境に差し迫ってまいります。今はあのシルクタッチのこのツルは、あら、簡単なもんでしょう。どうも、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。はい、そうですね、恥ずかしい姿を晒してしまいました。ちょっと以後またね、ちょっともう一度何か違う形でチャレンジするか、もう一度チャレンジするか、まあアンケート取ってますんで、まあ頑張りたいと思います。アンケートの結果開票するまでもなくやっちゃう可能性もありますけど、そのあたりもご了承いただければと思います。今日はですね、はい、ちょっとあちらのプロジェクト進めていこうかということで、頑張っていきたいと思います。まあ、どこまでできるか分かんないですけどね。もしかしたら地味な動画になっちゃうかもしれません。ご了承のほどお願いいたします。では、帽子かぶりましょう。いくぜ。勝ち。今日の、帽子。お、ここにあった看板とあの、じいじの箱はですね、綺麗にですね、収納させていただきました。じいじありがとう。緑色のマグロ帽子。JP さん、おはよう。収録が一番やってまいりましょう。収録外、はい、そこそこにやらせていただきました。それではあちらの方へ行きましょう。はい、こちらです。到着いたしました。ここやってました。何しようか悩んだ結局ここやってまいりまして、まあ、そこそこに進んだんじゃないかな。おいしょ、ほら進んでおります。これはビーコンのところにかぶせてるって感じですね。あとであそこ埋めちゃうし、でご覧いただくとね、ちょっとわかると思うんですけど、ほら敷き詰めてます。で2段ぐらい下げたのかな。あ、2段ぐらい下げましたね。で、この段階でないと天井にこうね貼れないわけよ。だからここまでしかとりあえず掘れてなくて、これ貼るのがねこうなかなか、おお、なかなか大変で、まあ今からやるんだけどね。今日はですね、ここで1、2、3、4、5、6、7、8、あと4つ掘りたいのかな。床材はハーフブロックかな、もしくは白色コンクリートかなとは思ってんだけど、まあ、床材までは貼れんかな。床材貼った手でちょっとエレベーターもつけたいなと思って、はい、どこまでできるかなちょっと分かりませんが、収録外でね、こんな感じまで掘らせていただいております。これがね出来上がった時にはねすごいぜ。まるっきり木の中にいるのに、そこは異世界で、そこで赤石の研究が行われている的なね。皆様から赤石研究所の中のアイディア、まあいろいろとお待ちしております。まあ僕は僕なりに進めていきますが、また皆様のご意見も頂戴したいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。様々な赤石の、知識が身につけられるような、なんかあれってどうだったかなっていう時に、この赤石研究所に来たら思い出せる的な感じで、いろんなものを展示したいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。普段だからクリエイティブで作ってなんかやってるようなのを、ここのこの研究所内にたくさん作っていきたいなっていうようなイメージでございます。よろしくお願いいたします。では行きましょう。ハンネタ、はい、まずはですね、ちょっと自分の手持ち余計なものがあるんで、それをちょっと預けつつ、収録外で貯めた原木をですねちょっと並べていきたいと思います。とりあえず天井全部引いてしまいたいんですよ。これ木の中にいますよっていうね、あくまで大木の中にある研究所なので、こういう作りになってしまうんですよ。上向きながらの作業がすごく難しいんだよな。佳境に差し迫ってまいりましたが、一言も喋らず頑張ってやっておりましたが、ちょっとずつ説明していこう。あのね、たまにね、画角がね、早送りしてる時でもね、ちょっと気づかれた方いらっしゃったかと思いますが、画角変わるタイミングがあると思うんですけど、あれは、あれです。
あれがあるからです。全然言えてないね。あー来た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 、これホイールさんのところにあるビーコンが効力を発揮して、はい、俊敏がついてるからです。分かっとるわっすね、分かっとるっつってね。これだからタイミングがこう俊敏ついた時とこう全然タイミングが違うんで、置き方がちょっと違うんだよね。なくなった俊敏がない時の方がまだわりかし置きやすい感じだね。だでも俊敏ついてる方が なんすかその石掘るのも早いんで、はい、ありがたいです。僕もあのビーコンもう一つ増やして俊敏と跳躍力上昇つけようかなと思うぐらいに便利。よっしゃー、置くべきところに全て置きました。お、なかなか見物なサイズ感だな。すげーな。木の中って感じが全くしないね。はい、ちょっと寝ようか、警報がすごいからね。はい、おはよう。ほいで、あとこれ4マス下げて一部屋、それで一部屋って感じなんですよ。はい、ここちょっと足場取っとこう。これなんでこんな穴開いてるのかというと、砂利とか土があったのを先にちょっと掘っちゃったからなんですよ。はい、いちいちあのシャベルに持ち帰るのめんどくせえなってことで、砂利と土あったところを掘った穴でございます。えへへへへ、よいしょ。おー、多くの木もかなり減りましたね。でここももう開けといて、はい、もういらないからね。もう天井張っちゃったからもういらないから。さあ、では掘ってきたいんですけど、まずちょっと叱るべき装備をしなければなりませんね。であとこれ全部回収して、あとでまた並べ替えるね。はい、あと2個掘って、はい、ある程度掘ったらそこにまた事務所的なものを設置していく。どうせ手持ちいっぱいになっちゃうんですよ。で全部置いていくわけにいかないので、適当に並べて、まだ夜じゃないです。はいね、石の溜まり方がもう半端じゃないから絶対シルカーボックス足りないよね。まあだからずっとここにいるわけじゃないから、帰るたんびこれ石とか取ったやつをね、整理していけばいいだけなので、よいしょ。おいで、取ったタイマーとちゃんと敷く。でないとまた現れます奴らが。よいしょよいしょ。じゃあ掘ってきまーす。ある程度これね、まずね真ん中の一番奥行きのあるところ掘っていくんですよ。こういう掘り方の方が早いんで、あとね俊敏がついてるからめちゃくちゃ早い。ちなみにまだホイールさんから頂いてる俊敏の効力なので、どっかではなくなっちゃうっていうところがね、これまたね、ここでまあなくなったらなくなったらそれなりにまだ掘れるっちゃ掘れるんだけど、あるうちにいっぱい掘っときたい。あー効力切れた、全然速度違うんですよ。まあ、取りに戻るのももう面倒なのでもう先掘っちゃう。はい、真ん中掘り抜いちゃって、あとは行くぜ。って感じで、ここ帳尻合わせて、おるれ、ね、やばいっしょ、早いっしょ異常な速度でしょ。でこっちも帳尻合わせて、途中に鉄鉱石とかがあるとこううまくはいかないですけどね。こんながっつり掘ってる動画をご覧いただくのって化石探し以来じゃね。ねえ、化石探しの時はめちゃくちゃ掘ってましたよね確か。化石探し以来だわこれ。ほら途中にこういうのがあるとペースが崩れる、硬いのが出てくるとね。じゃあこれで片側は掘れましたね。あともう片側なんだけど、はい、シルカーボックスがもう足りないフラグが
経っております。全然もうほらもうほんとやばい。まあこの辺とかちょっとわけのわかんないのあるから、ちょ避けちゃおうか。俺のアイテムボックスのところに入れとくわ。あれこれか。じゃあこれ丸ごと1個使えるもんね。よーし、リンゴ食ってもう片側行きましょう。もう片側行けばあとはね、壁をね木にしていくだけなんで、よーし行きましょう。ブルー、ツルハシの耐久ご覧ください。耐久さんのもちろんダイヤのツルハシなんだけど、だいたい1層この2マスね、これが1層だとして、これを掘るのに1回の、修繕が必要になってくるっていう、そういう感じですね。今はあのシルクタッチのこのツルハシが、2個あるんで、はい、予備のものがあるんでね、それを使ってやると、まあだからいちいち修理をしに行かなくとも4段は掘れますよっていう保証だよね。そういうあの数字が見えるっていいね、わかりやすくて。はい、よっしゃ、ちょっと頑張ります。鉱石出てすぎ、鉱石出てきすぎだろこれ。でこの俊敏がついてりゃゾンビなんてなんか何のことはないんですよね。普通に横切れるんですよね。しゃあ掘り抜いた。はい、あとは松明引いてやる。で壁にちょっと木を並べていきたい。よーし、ちょっとアイテム整理しまーす。原木に持ち替えて端っこ上向きながら、これだけのこと。地味、天井張るよりは圧倒的に楽だよ。ちょうど4マス置けるんだよね。あ、なくなった、なくなった、うわー原木なくなっちゃった。早かった意外と。うわー、この作業きりねえなー。すーげえなー。さあ寝ましょうか。いい、よいしょ、おやすみ。ワンフロアに高さ8マスぐらいかなって思ってたんですよね。うん、ってことは1234567、あと1マスか、あと1マスか。ちょっとね原木なくなっちゃったんで、いや足りると思ってたな。見た目的なもんなだけなんだけど、今日完成するわけじゃないから、みんなにはこう壁が全部原木になってる様子をご覧いただきたかったのに、どうやらそうもいかないようになってしまいましたので、ちょっとどうしようかな。じゃあですね、原木持ってきたりとかっていうのをまたまたおいおいやっていくということでですね、今日ちょっと一つ作ろうと思っていたものがございました。それを作っていきたいと思います。ふふ、ここが8マスになるわけじゃないですかね。ここが8マスになるわけじゃないですか。やばいやばいやばい、ツルハシがやばい。交換しよう。はい、シルクタッチ、ナイスシルクタッチ。これも収録会で頑張っとくね。またライブかなんかやってもいいかもしれないね。こう、1、2、3、4、5、ここは床になる。床材の分も掘っとく。研究所っぽいなんかデザインが思いつけばいいですけど。なんかパッとすれば研究所って言ったらやっぱり床なんか殺風景なのが思いつくんで、やっぱり白いコンクリート引くのが一番無難なのかもしれないですね。ってことで、この4つが上下しちゃうぜっていうやつです。そのためには必要なものがまあそこそこあるので、この真ん中の4つにエレベーター、これ一応なあのスライムブロックのエレベーターホイールさんとかあるじゃないですか。で今回、ボタンをつけるポジションとして、まずここね、はい、これがまあそんなにあのなんていうんですかね、高性能なのは作りません。すげえ簡単なやつ作ります。で、あのボタンで動くピストン作って、こうして、こうしてあげて、で、ここに降りてくるようにして、で、次にオブザーバーです。ここまで来たら、こうだな。うん。ここオブザーバー、ここ。置きますよね。こうか。で、こうだな。こうと、こう。はい、ちょっとここに置いて、あ、動いた動いた動いたね、動いたね。でここはまあ床材で、今度上に上がっていかないといけないので、で今は一旦床材を石にしておきます。はい、じゃあ通り抜けられるように
いっぱい掘らなきゃなりません。この辺り あ、いい感じでね、ボタンを、あ、夜か、ここにつけます。ここに、ここがボタンのところになるので、ここには普通にピストンつけるだけなんですよね。下向きのこいつが動いて、ここに、いるオブザーバーが反応するって形なので、はい、普通に閉じちゃうね。もうこれで大丈夫だから、はい、草ブロック、草ブロックでどうなんだろうね。いけ、あら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 、失敗してる。あー、なるほど、すいません、ストライカーンはこうして、さあ動いてくれよ。よっしゃー、でこうすると、あら、簡単なもんでしょう。こんだけのことだからね。はい、っていうのを作りたかった本当はここ床材にして、ここも白いコンクリートになって、でこれ周りをあれにすればいいんですよ。出てこないね、テラコッタ、テラコッタ、これ黒曜石じゃなくてテラコッタにすればもっと綺麗にね、囲えますし、床材ないので、とりあえず今はこのままにしときますね。そんなわけで、本日の作業はこの辺りで終了ということにさせてください。もう資材がねえんで、そこもねうまくなんかしたいね。どうにか全部木にすればいいのか。じゃあちょっとアイテム片付けまーす。はい、では兄弟通信のお時間でございますいやー、まあなんとかこうやって上り下りすることもできるようになりましたし、よかったです、ありがとうございます。本日はここで終了ということでさせてください。マイクは前のがいいっていうアンケートを取ってみましたら、どっちでもっていうね、人が多くて、一安心でございます。はい、よかったです、ありがとうございます。ふと思い立ってマグニーさんのマイクロを一から再び見始めた。2軒目に作った白樺とオークが中途半端に混ざった天井の低い家懐かしいことを書いてくださいますね。今となってはありえない家なんじゃないでしょうかと、最初にクリーパーに破壊された家と共にモニュメント的扱いでありえない村に置いたら素敵なんじゃない。素敵ですよね、いいこと言います、本当に素敵だ。これいつかやりたい、はい、いつかやりたいメモに置いときます。隣に普通のスケルトンとストレイも置いてほしい。これ結構きついぜ。まず太陽を遮らないといけないから、またまたちょっと大げさな設備になってしまうんですよね。ね、三兄弟ってことで、ウザジロも寂しくなくなるかなっていう意味では、うん、確かにありかなと思います。ちょっと、要検討で。あ、なんか可愛いの来ましたね。マグクラマルチ。みんな、あ、ちょっとほっぺたが赤くなってんの？あ、俺だけか。で、お誕生日おめでとうございます。画像。今流行ってるらしくて。何でしたっけ？つむつむ？つむつむメーカーみたいな。うん、めっちゃそっくりじゃん。で、マルチ画像があって、同じやつで小耳画像です。二つくださいました。ありがとうございます。で、明日の予定ではございますが、どうしよっかな。悩みどころだね。また、勢いで。やりたいと思います。よろしくお願いいたします。すいませんね。最近ちょっとなかなか決まらなくて。でもね、ワンフロア作って、もうなんか作ってっちゃうってのもありだよね。はい。その辺もちょっと検討したいと思います。ご祈願の方に行きましょう。さあ、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。マグクラ兄弟、そして私を応援してくださる皆様の幸せ、そして明日の企画の成功を祈願いたしまして、いや、アンマグロデイビューって、どこから手をつけたらいい。お疲れ様でございました。よいしょーってことでですね、皆さんまた、次の動画でお会いいたしましょう。あー、楽しみ。あー、これにて生活の質を、死を、稼げ。読めねえ。読めねえ。ほな。